このね、常滑のね、でかい壺、まあこれも売れました。でこれもこの耳壺つってね、ここに耳のところに壺があるんですが、これがあれなんですよ、あの壺になってて、まあこれがあの持つところみたいなのをこうわざとこういうふうに作ってるんですね。でそれでまあこれをあの取ってる部分みたいなのを作ることによって、まあ壺をより美しく、まあおしゃれなデザインにしてるんですね。であとはこういったところの垂れてるところね、まあこれなんか多分、釜で作るたりなんかするので、その工程の時にこう垂れてきたんだと思うんですよ。でもあえてそれをこう残してるわけですね。でそういう垂れたところをあえて残しといて、それでまあ全体的にこう固まってきたんだと思うんですね。でそれがこういう壺のまあ見どころというところではあるんじゃないかなと思います。裏はまあこんな風になっててね、でこういう風に中身もなっているということです。まあこれ結構でかいでかいんですね、私の体重よりも運ぶのがやっとこさって感じですからね、結構でかいので、まあちょっとね、私小学生ぐらいしかないからね、もう小学生ぐらいの子供がこれ運ぶのかなり大変ですよ。あの姉ちゃんだって、あのでけえ姉ちゃん運ぶのだって大変でしたからね。これなんかやっぱ運ぶだけでも結構大変ですよ。まあ大人の人だったらね、背が高いから170とか180平気であるから、しょいと持ち上げられるけどね、それ以下の人だったらちょっと持ち上げるのが大変なんですよ、これ。で、それで、まあこの、なんていうのかな、壺がね、まあ長いことずっとあったんですけども、まあ、ようやく跳ねましてね。でオーナーの話によりますと、まあこれはあのあれらしいです、大正時代ぐらいかな、大正だからもう言うは100年超えてるよね、100年以上前の、時代からずっと置いてあったみたいね。だ何使ってたか分かんないけど、おそらくはあれじゃないですかね、あの黒酢を入れてみたり、お酒入れたりとかね、まあそういうのを入れて発酵させたりとか、まあそういった業者だよね、そういった業者が使っていたんじゃないだろうかっていうものですよね。じゃないと一般でこんなでかい壺買ってきても、あの一般でこんなでかい壺飾るのかっていうと、ちょっとまあ今の時代じゃね、ますます考えられないけども、まあこういうのをね、仕事に使ってたかもしれないっていうのがあってね、あるいは床の間っていうのが昔あって、そこのところにこう飾ってあったのかもしれませんね。まあしかし昔の人ってのはようこんなでかいものを買ってきてな眺めるなというふうには個人的にはそう思うんだけども、まああのですよね、昔はこういうもんがね、うん十万もしたからね、もうねすごい値段ですよ、うん十万、下手したらうん百万みたいなね、あのものです。だから価値があるものなんです、ね、だから昔からこういうものを持ってるうちっていうのはもう、まあはっきり言ってお金持ちじゃないとこういうものってもう所有するってことはできないわけですよ。一般の人だったらこういう壺はね、なかなか所有ができないのでね、まあそういう人がこういう壺を持ってね、あのまあ売り買いしていたっていうかね、だと思うんですよね。だからまあそういう点でもね、こういう壺が、まあある意味ね、こう一時的にうちにやってきて、ずっとこう保管してね、ただ大きいもんですから、大きいもんですからどうしてもこう場所塞ぎになってしまうんですね。ですからまあ、そういったところなんかはありますけども、でもこれで、あれですよね、また誰かにこう買われていったっていうのがね、よかったなっていう感じですね。いろんなオーナーの元にこう来て、で一時的にその、まあ、知り合いの方のところにこれがね行ってたんですよ。でそれで長いことこれが店で販売されてたんだけど、まあ10年以上かななんだったけど、なかなかあれだったんで、でそんでどうしようかなっていうことで、まあこれをあれだったんですよね、オークションメーカーで、まあ売ろうと思って、で売ったらね、最初の値段にしたらちょっとお客様がね、
という、ちょっとあんまり最初の値段に設定するとちょっとお客さんがこれに関してはあれだったので、まあそれでちょっとまあお安くしてというかね、それで買いましたけどね。でもこれそれにしましたけど、これは本当もう新品とか、まあ、中古でお金これで大き同じ大きさのものを買ったって万円しますからね。下手したら万円する代物ですから、それから万円もする代物が買えるってのはね、非常にお得だと思う。これで優に100年超えてるから、まあこういったものってのは丈夫は丈夫ですよね。高いとこからバリンって割ったりしなければ、まあ丈夫は丈夫ですよ。だからこれを酒に入れるのか、それともこのまま飾るのか、何するかは分かんないんですが、まあおそらく今の時代で床の間ってのはないから、まああれでしょうな、仕事かなんかに使うのかもしれないな。この中に酒入れて、あるいはそのなんかほら黒酢みたいの入れるとかさ、そういったものに使うんじゃないかなっていうのはありますね。まあといってもまあ後見しろね、これはこれで非常にいいものではないかなと思います。というわけでどうもありがとうございました。